Hello, son and my friends in USA. I would like to introduce myself a bit. I am Hiroshi Hayashi, Hamama City, Japan, and I am now at age 68 this year in 2016. I studied English in Melbourne University in Australia in 1970, but I haven't used it in my daily life. After that, for almost more than 40 years since then. Then I am afraid or scared if I can explain about my ideas properly in English here in this video. But I will try, or I feel I should do. First of all, I would like to say that it's easy to get surprised and say it is incredible or unbelievable when we see something or know something which is strange or unusual. but a more important thing is to unify this fact and then to weave up some sort of theories out of this fact. i mean otherwise we would get lost in the loveliness of mysteries and repeat the same mistakes all the time again and again. anyway i will show you. USA in Nazca in this video, and I think I have to explain about my Hiroshi Hayashi's line theory before I talk about USA in Nazca. Through this video, you may know that this word has been calculated by aliens whom you may call gods, and we, human race, have got another version of history which has been hidden secret behind. It is another version of history which has been warped since the beginning days of human history. Hiroshi Hayashi's line theory from Easter Island to Giza Plateau, Egypt. 今、林博のライン理論の簡単な説明をしました。でもう一度、この地球の上でですね、ライン理論を皆さんに紹介します。この緑の線はですね、イースター島とギザのピラミッドナンバー2をつないだ線です。そして途中にナスカ、進捗線下にナスカがあります。そしてこの赤い線が赤道です。で、2本の線が交わり、ここにクロスポイントができます。 こちらをウエストポールと私は呼んでいます。基準点中の基準点です。で、間の角度は60.00になるわけですね。赤道に対しては30.00になります。で、今右の方にウエストポールを移動させました。で、ウエストポールからテオティカ間に線を引きます。で、テオティカ間ですね。で、この、このラインに対して90度で北に向かいますと、 モヘンジュダロに向かいます。そして60度で向かいますとギザのピラミッドに向かいます。まあ、このような位置関係にあるということですね。で、これは偶然によるものなのか、それとも人工的にアレンジされたものなのかということになります。で、ややクレが生じますけども90度で下に向かいますとイースター島へとつながっていきます。で、このティオティワカンを調べてみます。 で、上からですね、モヘンジョダロからの線を引いてみました。で、このモヘンジョダロの塔からの線は、進捗線にえティオティワ間の参道を貫きます。なあち、参道は、まっすぐとモヘンジョダロを向いているということですねえ。この参道のことを死者の大通りといい、かつモヘンジョダロの意味はですね、死の丘という意味です。関係があるのかないのか。で、中心に今、ギザを持ってきました。中心にギザがありますね。そして緑の線がギザとインタート、 あるいはナスカをつないだ線です。で、この赤い線はティオティワカン。そしてモヘンジョダルとティオティワカンをつないだ線が黄色の線です。まあ、こういう位置関係にあるということですね。で、モヘンジョダルとティオティワカンをつないだ線とギザの作る角度が正確に、これは本当にシャープに出てきますよ。60.000 00という角度で出てきます。そしてギザのピラミッドのナンバー1とナンバー2の頂点をつないで、線でつないでみます。 その線に対して、ティオティワカン、もしくはポポカティペティ山の方が正確に出てきますけども、ややずれが出るんですけどもね、正確に90度。なち第1、第3のピラミッドは頂点を通して、ティオティワカン、もしくはポポカティ山の方を向いているということです。ポポカティペティ山のふもとにティオティワカンがあります。ポポカティペティからナスカの十字架、グランドクロトの縦線と重なります。 そして右の方へ行けばもう変状だろう。角度は90度、45度という角度になって現れてきます。まあ、これを偶然というか、あるいは人工的というかは皆さんの判断にお任せします。で、USA in NASCA の話をしたいと思いますけども、まず皆さんにいくつかの点を紹介します。ブラウス、インタグリオスです。ここには奇妙な地上絵があります。NASCA の平原と同じ方式で書かれています。 え、硬い岩盤の上に小石を敷き詰め、上からバーッと吹っかけて、こうしたラインを作ったものと、林博氏は判断しています。これがブライス・インタグリオスの人間ですね。そしてもう一つ、ここにカフキアマウンドがあります。このカフキアマウンドは、日本の大占領及び前方後衛分と同じ、え、天文観測所であったと、林氏は判断しています。また、そういう視点で、え、証明いたしました。 で、ここにはそれほどそういったものは残ってないんですね。ただマウントだけですけども、コンセプトは前方後円と同じという意味です。そしてここにサーペントマウントがあります。なぜサーペントマウントが重要,か重要かということは、この後につなげて説明いたします。ここに蛇の模様があるわけですね。頭と卵に注意していただきたいと思います。尻尾のところにくるくると巻いた螺旋形があり、それから頭の間には卵があります。そして、 その先にワシントン DC があるということですね。もう一度このラインを見ていただきたいと思います。えプ、ー、ライスインタグリエスとサーペントマウント、それから中央に、えー、カウキャマウントがありますが、新一直線です。えー、カウキャマウントのエラーは、まあ、ほ,ほとんどないと言いますがゼルと早印をは見ています。そしてその先にワシントン DC がありますが、ワシントン DC のやや北部を横切ります。で、まあ、このサーペントマウントから60度で、えー、東、ごめんなさい、西に向かいますと、このラインが、あ いわゆる大占領に向かうということですね。ややエラーが出ます。出ますか。はい。で、この黄色い線が比叡山を通って、清水寺を通って、そして大占領を新直線に2つに割ります。中部深くご覧ください。 なおち、大線量はサーペントマウンドを向いているということですね。なぜサーペントマウンドかということはこれから説明いたします。極めて重要な、まあ、あのランドマークということは道路標識ということになるわけです。でこの角度がです、ねえー、北極に対して30度、正確に30.0です。という角度であのサーペントマウンドを向いているということですね。でナスカの USA について話をつなげたいと思います。 で、今、繰り返しになりますけれども、ナスカの USA。で、ナスカにはそれぞれの直線が集まっているということですね。まあ、関連性のあるあの、いわゆる古代遺跡というのはナスカで同じプラットフォームもしくは同じ場所から出発しています。まあ、これもその中の一例ということになります。そうした例を、まあ、皆さんにもすでに、えー、2桁以上は皆さんに紹介していると思います。 で、今、ブラシントグリウスからですね、北に0.000 00度行きますと、ここにバリオフ,ファイアがあります。燃える、大地のように真っ赤な大地という意味です。そして、右の方にカフティアサーペント、そしてワシントン DC へとつながっていきます。 で、まあ、ワシントン DC はですね、場所が先に決まってたということですね。何らかの遺跡があったと思われますけども、現代は大都会になっていますから消えています。そしてサーペントマウンドから60度で引いていきますと、大線量をこのように2つに割ります。なあ、ちっくり返しになりますけども、大線量はサーペントマウンドを向いて左左行きますと、クロスポイントのチャイナですね。アジアの基準点。そして右下行きますと、ロアペク山となります。このロアペク山はですね、えー、坂船石の、まあ、 のところにも描かれていいまますその証明もたたしましたでこれはナスカラインをチャートにしたものですけども、あまあ、もう一回繰り返してみますと、左の下がですね、これがブライスインタグリをして上へ行きますと、バリオファイアですね。真っ赤な大地です。サラディコイパーサーと同じです。まさに赤い乾燥した大地ということになります。ま,あ、まさにこういった場所を好む。 エイリアンがいたということですね。そしてカウフィアマウンド。そして右の方にサーペントマウンド。やや離れますけども、離れたと言いますか、あの、ワシントン州の北部を通るんですけどもね、えー、右がワシントン DC で、そしてサーペントマウンドから60度で引いてきた線がー大仙領マウンドということになります。そして大仙領は正確にサーペントマウンドの方向を向いています。そしてそれぞれの場所からですね、ナスカに線を引いています。まずプライセンクウォイタグリオスですね。それから バリオファイアと、えー、サラディ・コイパーサーですね、は同じ、まあ、環境と言いますかね、同じような環境のことは以前に証明いたしました。で、カフェキャンマンド、サーペントマウンド、ワシントン DC、そして大仙陵からナスカに線を引いています。そうしますと、これらの6つの箇所は1箇所に集まります。まあ、ここが林浩次のナスカ理論ですね。 で、すなわちナスカの滑走路はですね、こうしてそれぞれの関連性のある遺跡を示している、逆に言いますと、こうしたラインを丁寧に調べることによって、どういった関連性があるかということは逆にわかるわけです。で、ここにありますが、これがプライスから引いてきたでその同じハップ滑走路の右側は、バレオファイアです。すなわちこの滑走路は両方を示しているということですね。ここにあるのが、カウキアマウンドです。 中部からご覧くださいよそしてここにあるのがサーペントマウンドです。ちょうどあの、イングチュのところに、あの、くるくるくると蛇の模様が後でまあ紹介します。がであります。そしてこれが、ワシントン人、そしてもちろん大占領もあります。そしてこれは特にあの、中央の3本の線はですね、等間隔に並んでいることに注意してください。で、 ややワシントン DC が離れますが、で、まあ、移動経路はここに示していきますが、これはブライス、右の方からブライス、というからバリオファイ大戦領カウキア、サーペンとワシントン DC と並びます。で、結論ということになりますけれども、このようにですね、えー、ライン、え、理論、およびナスカリ論を使うと古代の文明の謎が解けていくということです。まあ、 こういった、もう一回繰り返しになりますけども、こうした6箇所からですね、ナスカの線を引きますと、同じ場所に集まるイコール、まあ、林博士のナスカ理論によって、古代文明の関連性が、こうして、まあ、詰められていくということですね。そして、カオフキアマウンドと大戦領マウンドは、関係があるならち、古代の天文観測所であったという林博士の施設とつながっていきます。 まあ、アメリカではね、あの、カウキアマウントは、おはがてないことは、本当に安心しました。まあ、世界のね、高校学生の先生とは何でもね、墓、墓、墓と言いたがるんですね。わからないものがあると、かはか,はか,はかもう聞き飽きましたね。えれから、もう一度、あの、繰り返しますと、プライス・インタグリオス、カウキア、サーペントマウントの話ですけども、まずこの、あ大占領マウントですね。えー、その、まあ、大占領マウントの、まあ、左の線は、あの、これはあの、 あとで、あの、一番末尾にですね、えー、ライン理論を、まあ、簡単に説明しておきますけども、えー、クロスポインとチャイナへ行く向かう線です。正確に270.000で、左の、えー、側の西の方ですね、クロスポインドチャイナとつないでます。そして右下の方が、マウントラーフエフィス、ニュージーランド最大級の最も美しい火山ですね。そして、左、 右上行きますとサペットマウントということになります。その間のことは正確に120.0。ややりエラーはありますけれども、まあ、あの 1, 度の1度以下の、いますかね、0.5度前後以下のエラーの場合は、私は00と計算しています。何しろ地球規模のことですからね。で、120.0ということになります。で、こういう位置関係にあるということですね。で、さらに話をつなげていきます。 で、大占領とは何かってことですけども、やはりこう、太平洋を挟んだ、いわゆるまあ、西側の基準点ということになるわけです。で、まあ、当時に、同時にですね、天文観測所として機能していたという証明も、すでに林宜氏がいたしました。で、これが大占領マウンドですね。で、ただそれだけではなくて、それから世界のいわゆるまあ、基準点の 中の基準点になっているということですねで、ライン理論でもう一度簡単に説明しておきます、えー、ここに今大線量がありますそしてルアペフさんですね、えー トーガリオーザンって言うんですね。原地の言葉でね、えー。私はロアペフザンって覚えたんですけど、アンコールワットと、それからイースターーとつなぎます。このアンコールワット、イースターーとつなぎますと、ギザイと向かいますけど、アンコールワットじゃなくてプレアビィヒアーでもいいかもしれません、まあ。エラーはほとんどありません。で、途中にキナバルがあって、その間の角度は120度で、えー、右上割り東の方に登っていきますと、このラインがプライス、それからサーペントマウント、カオキアイとつながっていきます。そしてその先にワシントン DC があるということですね。何かしら大きな関係があるように思われます。ワシントン DC 先ほ言いましたように、場所が 先に決まっていいたと,いうことになりますで、この緑の線に注意してください。このラインは今、ブライスのインターグリスの上を通って、それからカホケを通って、それからサーペントマウンドへとつながっていきます。で、これはサーペントマウンドも、それからあのブライスインタグリスも道路標識です。これも林、広施設ですよ。 で、ワシントン DC というは、その証明もこれからちょっと簡単に説明しています。で、60.0、60.62ですけどもね、あの、西に向かいますと、これが大線量に向かいます。まあ、よく、要するに、西20メンータルーーー地図の上ではですね、60、120という数字が頻繁に出てくるということです。まあ、エイリアンの使っている、いわゆる神々の使っている地球海というのは、60度、120を中心とした西20メンタル地図を使っていたということです。 ま人間には使いこなせなせいいと思いますでこの大線量マウンドですけれども、これは比叡山、清水寺を通って大線量をやっていきます。そして大占領は2つに割るということですね。なあち、比叡山はそうした基準点であり、清水寺は、まあ、はっきり言えば UFO の発着台であったということになります。で、ここが、まあ、あの大線量ですね。これが、まあ、ブローンさん横線が、これがサーペットマウンドから引いてきた線です。 となります皆さん、こう思われるでしょうなぜサーペントマウンドなのかということになりますよね。まあ、それだけ重要な拠点であったということになります。いわゆる、まあ、エイリアンの中心地であったということになります。その理由はですね、後で説明します。で、ナスカー理論でもう一つ説明します。先ほどの繰り返しになりますけども、まあ、何度もこうして精査してみているわけですね。このラインがですね、大占領から引いてきた線です。そして、このラインがカフキアマウンドから引いてきた線です。大占領、カフキアはですね、このように関係しているということです。 カオヒアの方のなんか形が崩れてますけども、でも日本の前方公園だってほとんどなんか形が崩れてますからね、2000年近い年月が流れてますから、そしてワシントン DC、それからというふうに繋がっていくわけです。 で、プライス、それから、バリオファイアは右の方にあります。で、この特にで、ね、大占領、顔引き、それからサーペントマウントのですね、等間隔に並んでいるところに注意してください。これらの線を正確にこの滑走路と重なりますから、皆さんも自分で線を引いて確かめられると良いかと思います。ここに糸形図を示しておきます。そしてこのように、まあ、並んで、そしてですね、サーペントマウントからのラインの入り口を見てください。ここにくるくるくると巻いてますね。これは、あの、本によればですね、 学生たちの意見によれば、螺旋模様とか、スパイラルと書いてあるんですけど、これスパイラルなんかじゃないんですよ。蛇なんですよ。頭があるでしょ、ちゃんと。ねえ。ということは、これ蛇なんですよ。ということは、えー、いわゆるまあサーペットマウンド行くラインの上に、これは、この線を行くと、サーペットマウンド行きますよということを示しているわけです。サーペットマウンドはそれだけ重要なんですね。何かがありますね。あの、下には。はい。ということで、まあ、いろいろとこう、 まあ楽しい空想力が膨らんでいきます、まあ、これも大占領マウンドですけども、これもまああの今見せて、極めて重要な拠点です二重枠で囲まれています。まあ、あの小さなのね地上絵もそうですけども、重要な絵には二重枠を多くて、このようにエリアが囲みました。で、これが、角度を今計算しているところですけども、ほぼ120.0。まあ、正確に言えば110.29ですけどもね、まあ、そういったエラーはあります。しかし、120と、 し判断していますこの270.00は正確に出てきますよ。えー、プレアビィヘルト、まあ、まあいいです。これで120.00という数字が出てきます。で、サーペントマウンドは何かということですね。実はこのサーペントマウンドは極めて重要な道路標識であったということです。じゃあこれはどうして 標とこなんですよね。それはこれから今、順に説明しますが、これはですね、基準点をうまくそのカムフォラージュしているか点だけでは分かりませんのでね、こうした蛇の形をして基準点を示したというふうに、林博士は判断し、その謎も解けました。で、サーペンドマウントの謎をこれから皆さんに話します。もちろん、場合、林博士ですよ。 ま、どこかでね、同じような意見を見られましたら、林宏のパクリだと考えてその方の方の、その方の方を疑ってください。その方の発表日付を、と私の発表日付を比べていただければ分かると思います。もうこのサーペントマウンド、あ標識説はもう私が発表して3年近くなります。2年以上になります。まあ、ここが基準点。右下がブルーのところが基準点です。そしてグニャックニャと曲がってるコーナーがありますね。これが基準点なんですよ。今これからお見せしますけど、その点が重要だということです。 ちょうどぐにゃっぐにゃっと曲がったその山のところですね。山の頂点のところが基準点だということです。あと、あまあ、あの地球はですね、二つこの点がないと全世界は網羅できませんから、もう一つは卵の中心ということになります。で、ナスカから線を引いてみます。 ナスカからサーペントマウントに引いています。この黄色い線がナスカから引いてきた線ですけども、このくるくるっと回ったところ、上の目の,目のところを見てくださいね。綺麗に重なりますね。ただし、このサーペントマウントは明らかにナス,ナスカを意識しつつ使れたということです。次にテューティーワーカンから線を引いています。このやはりグニャグニャと回ったところと左下がそうですね。そしてコーナーのところと重なりますね。このようにして、このライン点、点をつなぐと、テュー、テティーワーカンがいきますよということを示しているわけです。そして北極ですね。 という北極はですね、北極はですね、この場所からも分かりますから、特にというわけではありませんけれども、この目のところと、それからくるくるっと曲がった基準点とつなぐ塗装です。それからギザのエジプトもあります。ギザのエジプトもですね、このくるくると曲がったところと、ここで,ですね、このやっぱりぐにゃーと曲がったコーナーと重なっているところに注意してください。こうして2点を通ることによってですね、そして場所を示したということです。無う変調論も当然あります。 モヘンジュドロードラはです、ね、3点取りましたけど、左の2点でいいですね。一番右の点はこれは私は間違えて打ってしまいました。ですから、この左の2点でモヘンジュドロードラを示しているというスはで。すねあの 本校は分かりませんでした。ですから、一般、普通はですね、私こういう調べるときには、マガオは必ず出てくるんですけど、どういうわけかサーペットマウントに関しては、マガオはありませんでした。で、カラクルム、ヘビの王国ですね。歴代の王の名前は、みんなサーペントという名前が付いています。スクロールサーペントとかね、いろんな名前が付いています。キングサーペントとか。まあ、ヘビの王国です。やはりこ、やはりあるということですね。山のところにあるということです。それで、イースター島もあります。 で、イースター島もありますから、中部からご覧くださいね。このぐるくると回ったところと、これはですね、手前のちょっと点の間違えたんですけど、もう一歩、もう一つ山の下の方ですね。今は一番上は間違ってます。で今、下の方で合ってますね。今、この点で合ってます。 で、2点でイースタート。今イースタートマンチ青に書きましたね。このイースタートのところが正しい点です。やはりコーナーの角の、山の角のところにあることに注意してください。なあし、こういう形でサーペットマウンドは位置を示した。しかし、これでは地球の半球体の部分しか表現できませんので、もう一つ左上に基準点がありますが、卵の中心点です。で、これがあの、 インディアンヘッドロックから引いてきた線ですけども、同じようにありますから、プレアンフィヒアはですね、あるもないものも,もう基準点中の基準点ですけども、一応引いていましたで。ないとは言いませんけども、まあ、このようにあるということですね。ちょうど卵、と背からくるくると曲がったところの角にあります。頭の部分ですね。ですからやっぱり大事,大事だということは、もちろん大線量もありますよ。大線量マウントから線を引いています。ターベットマウントで引いていますね。そうしますと、綺麗にありますから、ご注意ください。注意してみてください。あのこれはそうですね。それからこの場合は、卵の方が基準点になっているということです。 まあこうすることの世界。まあ 半球半球全、まあ、でで全,全,全地球を網羅できるということです、まあ、これはちょっと怪しいんですけどもね、花粉機はもうちょっと無理に調べてみたんですけども、これは正しくないと思います。まあ、これから先ね、いろんな研究が進んでいくと思いますけども、まあ、私、林士の説によればですね、これは道路標識、あるいはその方向を示す重要な絵であエリアだったということになるた,ただ、点だけでわ分かりませんからね、これはあの蛇を模してですね、ぐにゃぐにゃぐにゃと書くことによって、2番目の山と背からぐるぐる回ると、どこどこ行くんだぞということを、まあ、エリアがしたと 私は、ね、神々という呼ぶエイリアンです。今その点に点をつけてみました。このグニャグニャと曲がった山のところが一つの点である。そしてその点と右下のブルーの点をつなぐと方向を示すということですね。同じ方式で書かれているのがプライズのインターゴルオスです。これはあのー、サン・アパスの巨人も同じ方式で書かれています。それからサ、あ、ン、のー・サンサの大食大ですね。それもあとで説明します。こここれがが、ね、ういっった関節のところをぐぐとろ曲がっている。 点が、この基準点なんですね。そして二点をつなぐことによって方向を示しているということです。まあ、トップバッターはティオティワカンです。右の方からティオティワカンから線を引いていました。そしてこの二点がですね、ティオティワカンの方向を正確に示しています。メサベルでですね、えー、あのインドの、まあ、洞窟人とも大変コンセプトに似ている洞窟です。そして北極です。そしてモヘンジョダーローもあります。まあ、このように、まあ、つながっているということですね。まあ、ほぼこの、えー 巨人はですね、小極並びにモヘンジャローを向いていいてるということになります。このようにです、ね、リアウンにこれギザですね、あの向かって左側の腕ですね、上腕があのギザを示しているということです。これ、サンアパスの巨人の棍棒がそうですね。まあ、要するに、それからナスカの宇宙飛行士もそちらの方向を示しています。というように、まあ、あの重要な方向を示しているということですね。By 林博ですよ。 繰り返しになりますがどこかで同じようなもうすでに発表なさっている人はいらっしゃいますけれども、それを、そちらの方がパクったんですから、あの、どうかご注意くださいね。林漆がパクったなんて思わないでくださいね。本当にこの世界はね、早いですから。で、ギザー、それから、こちらが、 それからイーサーアイランドと赤道を横切ったところに、えー、ウェストポールがあります。ウェストポール、イーストポール、それが極めて重要なポイントですね。右30度でいきますと、えー、エブベリーといきます。まあ、そういった関係もこのウェストポールを中心として出来上がっています。そして左の方行きますと、トゥオティーワーカンですね。でトゥオティーワーカンから90度で上がりますと、モヘンジュードローそれから60度で上げますと、ギザーとつながっていきます。このあたりの数字は極めて正確に出てきますから、明らかに出ますか、これ、偶然とはもう言えないですね。 それから、まあ、あまっすぐ下90度行きますと、イースター島へと行きます。どういう方か、イースター島とその、もう返事を繋ぎますと、やや境地は感じずれるんですね。まあ、イースター島でちょっと、まあ、はじめ、エラーを、エラーと言いますか、作り間違えたんじゃないのかと、廃止ルり者考えています。そして、これが、あギザ・ナスカ、ナスカ、それからイースター島を繋げた線と、それから赤道横告について、その間の角度は60.00になるわけです。そして、まあ、 その小さい角度は30.00になるわけですね。そしてテルジアテオアオティオティワカンへと向かって上がっていきます。繰り返しになりますが、90度でモヘンジロ、60度でギザとなります。こういう位置関係にあるということですね。そして、モヘンジロからティオティワカン、モヘンジロからギザへは正確に60.00の角度になるということですね。それで、ウェイストポール。 それからギザー、それからモヘンジョラ、これも真一直線並ぶんですけどもね。ですから、あの、ウェストポー、いわゆるマナスカの反極点はプレハブ、プレアフィギュアですけども、イースタートの反極点はモヘンジョラにややずれてますけどもね、地球が楕円球体のせいであることも一つの理由に考えられます。で、先ほど言いましたように、テオティバカのサンドは正確に、えー、モヘンジョラを見ています。 太陽の西没あるいは日の出の方向を示すためだけのためにね、あれほど巨大な建造物は建てませんね。それから、あの、頂点と頂点、第一、第三の頂点をつなぎまして、その90度で行きますと、ティオテアカもしくは、ポポカティ・ピティ山に行きます。ポポカティ・ピティ山でつなぎますと、90.000となるんですよ。ティオテア間間で本のマスカンでほんのわずかゼラが出ますので、反対側135度に向かいますと、これ炎上だろうという位置関係にあります。 まあこれライン理論を簡単にこの部分のですよ、ギザーを中心としたライン理論を今、皆さんに説明しているところです。こうしたその基準点がですね、えー、そうですね地球上に3、4箇所ありますね。 ま、基準点の基準点ということになっているわけです。そして、ティオティワカンの賛同は正確に、えー、モヘンジョドラを向いています。逆に、モヘンジョドラの塔からね、ティオティワカンに線を引いてみられますと、私の言っていることは正し,正しいということを皆さんにも分かっていただけると思います。で、ティオティワカンの賛同のことを死者の踊りと言いますし、モヘンジョドラは死の丘という意味です。これは偶然ではありませんね。で、モヘンジョドラは核攻撃を受けて滅んでいるということです。要するに、冒頭で英語で言いましたように、こうした事実を見てですね、不思議だ、謎だって言ってるんじゃなくて、その向こうから いわゆる,、まあ、いわゆる統合された事実を引き上げてです、ね、そしてそれを理論化していくということです。でないといつまでたっても不思議だ、謎だ、不思議だ、謎だ,だ,謎だということだけを繰り返して、そして永遠の、なんて言いますか、迷路の中で、うおさをしているだけということになります。 まあそうした、ね、方法で、まあ、あちこちでも下がれてますけどもね、不思議だ、謎だ。そんな話はもう聞き上げましたからね。まあ、これがイーストポールの、えー、説明をしているところです。一応桜島でもしかす高潮の目を取ってもややずれるんですね。これはあの、あのね、反極点でもないんですね。ウーストポールと、あるイーストポールはですね、ややずれるのはどういうわけかわかりませんで。私は北半球と南半球、ややずれた点で、3つのるイーストポールを使っています。 まあそれぞれれぞね、あのやや連れてくるわけです。まあ、地球がこれは楕円球体であるということだけではちょっと説明がつかないんですけどもね、デモンヘンジュドロから60度で上がって,きて北の方に向かいますと、ティオテそれから44.66 5 4度行きますと、ティオティワカンという関係にあります、ギザのピラミッドからね。 まあこうした位置関係になるということです。ですから、こうしたことをですね、偶然だ、偶然だというのも簡単だけども、それだけでは片付けられない、まあ、こうした事実が浮かび上がってきているということです。な、まあち、まあ、このようにです、ね、世界をですね、まあ、エイデンたちの設計図によって線,線を引かれてですね、こうして出来上がってきたということになります。これが林のライン理論ですね。まあ、ライン理論ということは、それを使ってですね、古代の謎を解くからライン理論というんですよ。ただ、このような関係になるからライン理論というんじゃないんですよ。えー、はい。 で、左がモヘンジョロの、ンがイーサ島です。で、この大地というところも非常に怪しいわけ特にモーリア島ですね。私たちは人口造生島と判断しています。そしてその直線上に、えー、ガムがあり、それからルンビンがあるですね。それから、あの、ナンマドール、ポンペイ島のナンマドールがありますね。その間の角度60度で行きますと、ハワイからギザイへと向かいます。それから反対の60度で行きますと、まっすぐとティオティワカンへと向かいます。間の角度は60、60、60となります。 もうこれも偶然とは言えません、ね。なので、ティオティワカンというのは人だけ、ごめんなさモリア島は重要だということです。あの、オーストラリアのね、ウルル、イナチア、エアーズロックもティオティワカンの方向を見てますし、それから、あの、カタツジュータウルル、マウントコナーズも線繋ぎますと、マウント、モリア島に向かいます。それから、イースター島カーバー。あのー、イースター島ってですね、あのルンビンにつなぎますと、正確にカーバーの上を通ります。エラーは10メートル以内です。10メートルですよ。では、皆さん。 But, you're a good man, Mas. They were bye for now.